はい、なんとなんと今日はついに藤原ノア選手のストレス、なんか今引っ張り方にしてはちょっとあれですね、はい、無敗の JK チャンピオンでいいですか、はい、何ですか、あのなんかありますね、通りなというか通りなキャッチフレーズですね、キャッチフレーズグリーン、あグリーン、グリーンあんまり言われないですね、グリーンは言われないですね、うん、いい加減ですね、スルザップさん、スルザップさん今日ね我々横須賀に来てますね、横須賀の、はい、藤原ノア選手の所属しているロックオンに、ロックオン、ね、山の途中そうです、ね、はい、すごい場所にあるんですけど、ジムすごい1階と2階で、ね、すごい広いリングも2つあって、ね、おしゃれで素晴らしいジムですよね、はい、すごいですね、ここで練習されてるんですね、はい、ここでもあれですね、元々はあれですね、伊藤沙耶選手がいたところに通ってたんですよね、通ってましたね、小学生の、それは、小中とか小学校5年生5、6年生あたりから中2、3ぐらいです、受験生って言ってたときに、うんうん、そうなんですね、お父さんと練習を繰り返してみたいな、お父さんはもともとされてたんですか、お父さんはもともと空手をやってて、空手の道場を建ててるっていうか、やってて、はいはいはい、その3歳から空手やってるっていうのはずっとお父さんのところに来てて、あなるほどなるほど、で、小学校5年生で無礼会に、3歳から空手です、すごいですね、なるほど、で、明大に行って、そうです、それはあれですね、あの伊藤沙耶選手となんか、あ、そうです、蹴りたがる女子の思いを読んで蹴りたがる女子見てなるほど、ですよ、でね、前回初の、まあ、プロでは初の対比、あ、そうですね、肘やりですごかったですね、しっかりもう肘も当てて完勝して、で、あれですよ、もう試合後のコメントコメント、まあ、書かれてましたよね、はい、書かれてました、本人は名前言ってなかったけど書かれてましたね、あーはいはい、もう、ね、誰かとやりたいそうそうそう、濁して言ったんです、言ったのけどもうバレてましたね、バレてましたね、目指すところはそうですね、鈴木翔也ですよ、鈴木翔也ですよね、そういうの全然違いますね、すいません、ごめんなさい、はい、失礼しました、カッツーがツルタップさんね、今日藤原ノアさんにちょっと僕言っとこうと思って、僕の車で来たんですけど、はい、まあ、助手席に座って、はい、ダッシュボードに足乗っけてましたから先輩の車にですよ、ちゃんとサンダルは当たり前だ、はい、あと今日は藤原ノア選手からプレゼントでお願いしましょう、おお、藤原ノアティアス、はい、そうです、皆さん買ってください、ちょっとね、そうですね、これ販売されてるんですか、販売されてますよ、1枚おいくらで、1枚3000円ぐらいですね、安い、なるほど、はい、これ鶴田さん、次ジャパンキック行くと、これもちろん着ていきますよ、ね、あ、ありがとうございます、これはそれ前回はでも、ね、初めての肘やりなのに肘当ててましたね、はい、肘で倒したかったんですよ、本当は、うんうんうん、全然倒れなかったんですけど、いやでもね、左身をガンガン当てて前蹴りで何回も、いや、あれ相手きつかったと思うよ、左あんだけ蹴られちゃうと、でちょっと僕らもジャパンキックさんにね、うん、お邪魔してね、お招きいただいて、うん、お邪魔してね、お邪魔させていただいて、うん、見させていただいたんですけど、試合中のすごい顔するんですよね、いや、マジでこの笑顔とは考えられないような、ギラギラ、ね、あれはギラギラの輪です、いや、すごいわ、ちょっとこのね、対談の後に多分その顔また見れると思う、いやいや、次回の動画で見れると思う、猛獣みたいな顔してますね、猛獣みたいな、もうちょうどすごい角度に見えちゃってすごい顔結構だからもうトップ選手多いですよね、藤原ノア選手もそうだし、あと佐保もね、試合前にすごい怖い顔してますね、試合中ね、どうでした、対人、対人、いやー、すね硬かったですね、あー、やっぱよく言いますよね、あー、それは分かる分かる、それはあるんだね、そしてね、次もまた対人、ね、もう本格路線を行ってしかも強い対人、またタイのチャンピオンですね、うーん、ぶっちゃけ言うとなかなかもう相手がいないです、日本の受けてくれる、そうですね、階級もね、軽いし、45で今受けてくれる人がなかなか、まあ、今ね、同じ階級ぐらいだともう伊藤沙耶選手とか奥脇奈々選手とか、まあ、45だとそうかな、まあ、あと K1 系ですよね、まあ、そうそう、競技がまた違っちゃうから、そうね、やっぱもうずっとね、首相もありです、ね、まあ、肘はあれだけど、まあ、あれか、あと S1 か、あ、 S1 が始まったらね、うん、いや、今話に出てますけどね、軽い階級で、だやっぱりあとどこまで行っていいか分からないけど、綾香選手、はい、
やっぱ前回足怪我してて、まあ防衛期限があったから伸び伸びだったんですけど、まあやった感じで、また蹴りが出てなかったですね、相川選手、あの得意のローキックとかが藤原ノア選手とやった時。ああ、はいはいはい。だから、まあ、本人もリベンジしたいみたいで、まあね、待ってる感じもね。まあ防衛戦は1回はやってもらうっていう義務付けがあるの で、 そうです、ね、ただやっぱなでしこ選手もあそっかコンスタントに試合してやっぱ1回引き分けだったんで、ね、なでしこ選手も、ね、リベンジに燃えてますから、燃えてますからね、はい、でもちょっとあれだね、なでしこ選手と綾香選手で勝った方とかってもありますよね、うん、まあ、ちょっとコメントはまだできないですけどね、天気のね、まあでも今ぶっちゃけその2人ぐらいじゃないですか、この階級で、まあとの人ね、あと岡脇さんは K1 グループ行っちゃったし、まあ、あと日本人だとね、なかなか ね、 決まんなくて、しかも相手いないですよね。あと今ミネルヴァのルールがもう首相撲フリーだから、ね、よりあれですよね。でちなみにこれは、まあ、あんま聞いちゃいけないんでしょうけど、そういう首相撲なしとかそういうルールとかはどうなんですか。やってみたいっていうのはありますけど、まあ、今はまだあれですかね、舞台でとりあえず、取りたいベルトとかがあるんで。そうですね、取りたいベルト、取りたいベルト、いや、もう世界のベルトも、ああ、レアちゃんとか、そうですね、まあ、レアちゃんとベルト、ぜひあるんですよ、今、最近、なるほど、なるほど、あ、なるほどね、なるほど、まあ、あとね、はい、女子だと WBC とか、ああ、そうです、ありますからね、確かに、まあ、IBF とかも今、やってくのかな、どうなのか分かんないですけど、WBC なんかね、伊藤沙耶選手が、そうですね、取ったりとか、あと今さっきも言ったんですけど、 S1 もその回だったらね、うん、行く可能性ありますよね、はいはい、ありますね、 S1、はい、WBC、 でも S1 強いの呼んできちゃうからね、タイ人大丈夫です、大丈夫じゃないですか。いやいやいや、まあルイ選手やったタイ人とか強かったですからね、ね、いますね、タイ人、タイはいっぱいいますね、強い人いっぱいいますね、という感じですが、そうですね、まあでもちょっと期待のね、ジャパンキックさんもすごく力入れてますからね、藤原選手、ね、それはすごく ね、 そうですよね、でもただね、本当寂しいんですけど日本人なかなか決まらない、このルールではやっぱりやって首相撲ありだとね、はい、でもう勝てないじゃないですか、ぶっちゃけ正直ね、もう首に捕まっちゃうとね、首相撲とやっぱりあと左右と、まあ、とまあでも僕はね、こういうそっちの今のおっしゃった路線で、はい、戦いたい人とやってもらいたいですね。あとはまあもうちょっと対談ということで、はい、せっかくなのでね、あれこういう動画の対談とかって結構あります？いや、動画はないですね、あの初これ使うかなということで、ちょっといろいろね、うん、あの普段みんな他の何媒体が聞かないようなことを聞ければなと思っております。そうですね、今聞いたこととかもなかなかね媒体では出てこないようなことだし、動画はそうですね、ないですね、インタビューとかはされますけど、ね、そうですね、だからそう、藤原ノア選手が、はい、今日今違う、もう違うけど、もう緑色がありますよね、そうですね、テーマ、はい、テーマパンツ入ってました、ね、あれなんですよね、あのプロレスラーの、あ、そうです、ドラゴンキッド選手が、はい、練習が好きで緑ということで見たいですよ、知らない人いいんじゃないかな、はい、あれお面はつけないですか。え、つけないです、これはつけないですか、あ、つけない、プロレスラーに、プロレスラーに、あとは何でしょう、どうですか、なんか今高2、高3です、高3、うん、高3、今何月だっけ、違う、そうそう、4月、ね、その間にはね世界を取れればっていう、高校生のうちにね、そうですね、一応目標としては、ちなみに高校でなんか部活とかは、あ、はい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 、ありました、はい、まあこれだけきつくやってるからね、そうですね、まあね、まあね、珍しいです、いや、あれです、結構頭いいとこなんですね、そうですね、ここら辺だと思います、すごいね、頭も良くてスポーツもできてるあれですか、あの、なんですか、なんていうんだっけ、ブンブル、ブンブルですか、もうそれ出てこない時点で鶴崎さんやばいですよねさすがね、都内のバカ学校中退してるだけありますねやめろやめろ、いや、すいません、なんか聞きましょう、なんか例えば好きな食べ物とか、好きな食べ物、はい、好きな食べ物、お肉が好きです、ああ、焼肉とか、はい、大好き、焼肉大好き、好きなドラマとか、ドラマ、アニメとか見ないんですよ、あんまりテレビ全然、でも何してるんですか、普段練習以外、練習以外、家、あ、何してるかな、あん
まり何もしないかも。あんま何もしないけど。あ、YouTube とかも見たり。あ、YouTube は見るんだね。SNS 活動して。ああ、なるほどなるほど。あとね、僕ちょっと聞きたかった。これはね、あんまり聞いたらいけないんですけどね。好きな男性の好みっていうかね。好きな芸能人とかいます？芸能人とか。いや、あの、本当に、なんかずっと格闘技好きじゃないですか。だから、あんまり、なんていうの、そういう嵐とか、そういうのとかも全然わかんなくて。全然、なにわ男子。アイドル系は。で、ダメですか？なにわ男子今来てますけど、ダメですか？あ、ちょっとダメですね。ダメですか？全然、知ってはいるんで。名前ぐらい。グループ名は知ってますけど、その中身の人とかはあんまり知らない、俳優とかもあんまり知らない。じゃあもう逆にね、ちょっとかっこいいな、ちょっとタイプだなっていうキックボクサーでもいいですね、格闘家でもいいです。あ、じゃあ戦いでファイトスタイルです。ファイトスタイル、ファイトスタイルです。ファイトスタイルどうだろう、誰ですかね。どうですかね。例えば無敵だったら梅野源氏とか。あー、ヨードリック・ペット選手が好きです。いやいや、タイ人か。だからやっぱタイ人ですね、日本はね。あの、ムカードンで出た人ですね。はい、そうです。それがいいですよ。なるほど、なるほど。あの人、かっこいい、かわいい、かわいい。かわいい。顔はかっこいい人。タイ人ってちょっと、笑った時かわいいじゃないですか、めっちゃ。ね、かわいいと思うって、ギャップが。ギャップが。ギャップ萌えです。はい、ギャップ萌えで。ちなみに、タイは行かれたことあるんですか？行ったことないんですよ。あ、ほんとないの。じゃあね。行きたいですけどね。タイで試合。そうですね、鶴田プさんもね、タイで試合してますからね。誰で？鶴田プさんも昔私でも試合してもバーですか。ああ、飲み屋ですか。飲み屋で、はい、まあでもね、そういう経験を経てる、ね、バーのただいる、なんか何人かこう、ね、選手がいて、でこの人が勝手に行くんだ、お前はこいつであれば頑張るやつの蹴りがもうめちゃくちゃ速くて、バーにいる人よ、バーにいる人もうすごかった。帰ってきて、あの、日本に帰国したらここがすごい。もうタイあるあるですね。タイあるある。ちなみに僕なんかあれですよ、計量して握手して、あの、格闘技通信のカメラマンに写真撮ったのに、試合会場、ね、夕方行ったら違う人とやる。ああ、あるあるですね、タイは。本当にあるある。びっくりしちゃいましたけど、まあ、朝の計量何だったんだ、誰ですかみたいな感じですよね。まあまあ、そんな話は置いておいて、でも、ね、いつか藤原尚選手、タイのリングにも、うん、立ってもらいたいし、まあでもタイ人のね、トレーナーいらっしゃるし、そうなんですね、うん、充実し、ね、確かに。2人いらっしゃるんですか？3人。3人いて、今1人タイに帰っちゃったんですけど、今はすごいな。いや、すごい。この間ね、初めての肘割りで、ね、当たりましたね。やっぱ試合じゃないと肘のね、当たりこの距離とかって難しいと思うんだけど、まあ、肘割りのためにずっと練習してたんで、あ、まあ、なかなかやっぱいざ試合だと出ないってわけ、ね、多いんだけど、ちゃんと怖いですね、近いしね、近寄らなきゃ当てられないからねっていう感じですね。まあね、僕も鶴田さんの引退式で、引退試合の時に相手に切って、切れた切れたってずっと言い張ってる鶴田さん嫌いでしたけどね。僕らは位置について。まあまあ置いといて、じゃあなかなかね、アイドルも好きじゃないし、ほんとキック付けなんですね。そうですね、格闘技付け、学校もあるしね。あ、そうですね、高校も行ってる。得意な種目とか、何の種目？あ、教科？うん、教科、うん、僕は違う、ね、教科ね、学校の数学です。あー、ぽい、ぽいもん、ぽい、頭いいもんな。まあ、試合箱見てても頭いいですけど、ね、そういう関係するんですか、ね、関係、いや、頭の良さは結構ね、あ、関係あると思いますね。勉強できるとまたちょっと違うけど、はい、頭の良さは、まあ、あとなんかチャンピオンになって変わったこと、やっぱだいぶ変わりました。変わりました、うん、学校に横断幕が見た飾られて、あれすごいですよね。すごいですね、部活じゃないのに、あとタイトルマッチすごかったですね、人が、応援が。あ、川崎ね。ねえ、もうすごかったですよね。あの時の顔もすごかったですよ。やばかったですよね。見ました？あの、こっち側から綾香選手が入場するのを見てる、この隙間からちょうど藤原選手が映ってる。すごい、もうすごい、よく撮れてたなと、逆に。そうですね、すごい、やりつけてましたよね。もう本当、親の肩みたいな顔してました。まあ、ちなみに彩香選手となでしこ選手、まあ、ちょっと僕ら身内の話になっちゃうんですけど、もし戦ったらどんな感じになると思います？2人と戦った、2人に勝ってる、タイプが結構似てるなって思うので、打ち合いになるんじゃないですか。あ、面白いと思います、自分も。彩香選手は結構倒しますからね。そうですね、ハイキックで倒したり、まあ、あとボディで倒したり、はい、圧があるので、ちょっと面白そうですね。面白そうですね、見たいですね。その
ね、マッチメイクやりたいですよね、うん、僕としてはやってもらいたいですね。ね、面白そう。で勝った方が藤原の選手に再度挑戦みたいな。ああ、確かに。それドラマがあっていいですよね。ストーリーがありますね。まあまあそのね、そういう仮のその前にね、藤原の選手が世界取っちゃうかもしれないしね。確かに。ね、世界戦はね、チャンスもありますからね。そのなかなか相手とか、まあね、佐保選手なんか2回決まってて2回できなかったですからね、コロナの。タイミングとかもね、あるからね。でもね、ぜひ世界のベルトをちょっとね、まあ、のビッグになってもこれからもちょっとツルザップに出ていただきたいですけどね。あんた誰って言うかもしれない。知らない。あ、いたねって。そういう人じゃないもん。あと黄色、ね、白いベルトすごい似合ってますよね。かっこいいですね。あ、確かに。あ、はいはいはい、すごくね、いろんな人巻いてきて、はいはい、まあね、ちょっと僕が言うのもなんだけど、あなた似合わないねって人もいれば。絶対カットしないから。いやいやいや。僕も編集してるんですよ。まあね、すごく似合ってると思います、ね。次は赤か緑か何色かなんてね。ね、そうですね。ちょっとじゃあ何かありますか、最後。いや、もう大丈夫だから。でもじゃあね、さ、ちょっと次回のね、意気込みを。そうですね。2月18日のジャパンキック、ね、はい、はい、お願いします。またタイ人の強い相手なんですけど、また肘も見せて首でも負けずに蹴りまくって頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、素晴らしい。高校3年生と思えないですね。高校3年生ですよ。18、7ですね。まだ7、隣の黄色いおじさんがね、もう本当にもうかわいそうでしょうがないですね。日本もできないという感じで、もうなんとね、ちょっと藤原ノア選手にインタビュー対談できたので、皆さんちゃんといいねとチャンネル登録と、あとこの後次の次回の動画で対決しますので、はい、これからも女子選手といろいろ取材とか対談とかしていくので、なんかコメントとかいろいろ。そうですね、コメント欲しいですね、野田、はい、選手頑張ってでもいいですし、みんながいっぱい登録して見てくれないと、ね、いけないんで、そうですね、はい、という感じで、はい、ということで、はい、ありがとうございました。じゃあ野田選手でした。ありがとうございます。